こんにちは。ナナです。いや、すごい。すごい将棋を見せてくれました。順位戦のこともあり、ちょっとだけ心配していましたが、そんなことは。一気に吹き飛ばし、見事な将棋でした。完勝ですよね。完全に、渡辺名人は、気持ちですでに負けているような気さえしてきます。これで、単純に対戦成績が6勝1敗ですから圧巻です。これって、きっと、渡辺名人は、藤井棋聖を苦手にしている現れだと思います。それって強いからこそ、相手の底知れぬ力を知れるからこそ、怖くなるって感じなんだろうと思います。だって、名人もきっちり防衛し好調なはずなのにびっくりです。藤井棋聖はいつものように相手の研究というよりは、将棋の研究を深めてきたと思います。いやー、まだ1勝ですが先勝するって、やはり幸先がいい。このまま3勝してくれるとストレートでダッシュ。期待が膨らむばかりです。第1局で勝利したのは本当に大きい。徐々に形勢を押し勝利を勝ち取ったわけですが、詰む詰まないの段階になると、もう自分の戦い方とは違うと、名人は朝日杯の後語っていましたので、最終盤で覆すのは難しいと思いながら見ていたら、その通り押し切った。若き天才最高だ。勝利おめでとう。さあ、いよいよ始まりました。ドキドキが止まらないタイトル戦がスタートしたわけですが、やっぱりすごい。一般棋戦とは別次元の演出に感動だわ。藤井王位棋聖が戦うとあってか、千葉県木更津にある竜宮城スパホテル三日月も力の入れようが全く違う。前夜には食事があり、そして今日対局が始まってみると、ホテルの宴会場なのかな、そこに畳を敷き対局場を作り、そこには金屏風と超高級品と紹介があった盆栽が2本鎮座していました。普通に見られるアングルから撮った時の映像が絵になる。対局者2人の奥が記録係、そしてその奥には金屏風と盆栽、一枚の絵画を見ているような気分にさせてくれる演出に、対局開始早々感動していました。また現地からのリポートを担当してくれたアベマの藤崎さんがとっても感動的に紹介してくれたので、なおさら気分が上がります。いろいろな対局場を見てきたが、過去一だと絶賛。畳を新調していることに感動し、その新しいイグサの香りがホテルの本気度を伺わせていたのでしょう。この対局場では、記録係からの景色が最高で、唯一美しい風景を見ながらの記録ができるというベストポジション。そんな素敵な対局場で始まった大注目の棋聖戦五番勝負第一局。対局開始時間は、一般棋戦より1時間早い9時から。現れた藤井棋聖は、新調した愛のぼかしの和服姿でしたが、2期目を迎え、もうすっかり慣れた感じに見えますが、今日は着付けを頼んだのかな？白っぽい着物に、ブルーの羽織が、すがすがしく藤井棋聖にぴったりでした。この対局の持ち時間は各4時間。1時間の昼食休憩を挟み、10時と15時のおやつが提供されますが、夕食話ですから、最終盤でエネルギー不足にならない計算が必要です。先手後手は、棋聖の振り歩先が使われ、振り駒が行われ、と金が3枚出たので、渡辺名人の先手に決定。タイトル戦ですが、藤井棋聖はいつものように、お茶で口を潤した後、8四歩と指しています。藤井棋聖のすごいところは、相手の挑戦を受けるスタイルで、自分の有利な戦型に誘導することがないところです。これは、飯島八段も話していましたが、受けて立つというスタイルは、強者のあるべき姿だと思います。アベマの対局解説を担当したのは、広瀬八段、飯島八段と豪華。これまでの対戦成績は、藤井棋聖の5勝1敗。戦型は、すべて勝居飛車で最新型が多い。直近は今年2月の朝日杯準決勝で藤井棋聖が大逆転した対局です。両対局者のここまでの成績。渡辺名人。今年度成績は8勝3敗 0.727。
通算成績は691勝349敗 0.664。藤井棋聖。今年度成績は5勝2敗 0.714。通算成績は218勝42敗 0.838。この棋戦についての両者の成績。渡辺名人は第72期から参加し、通算成績は46勝31敗 0.597。初めて挑戦権を獲得したのは、第78期2007年度で五番勝負は、佐藤康光棋聖が3勝1敗で防衛しています。第84期2013年度は、羽生棋聖に1勝3敗で挑戦失敗。第90期は、豊島棋聖を3勝1敗で破り、3度目にして、初の棋聖を獲得しています。第90期は、藤井七段に敗れ、今期は、決勝トーナメントから登場し、挑戦者まで上がってきました。藤井棋聖は、第89期から参加し、通算成績は20勝3敗 0.870。前期は、挑戦者決定戦で永瀬二冠を破り、初のタイトル戦で登場を決めています。渡辺棋聖との五番勝負は、3勝1敗でタイトルを獲得。これにより、17歳11ヶ月のタイトル獲得は、最年少記録で屋敷九段が持つ。18歳6ヶ月を30年ぶりに塗り替えました。ちなみに、本シリーズで第4局までに防衛すると、屋敷九段が第57期棋聖戦1990年後期で樹立した。最年少防衛記録19歳7日を更新することになるため、そこにも、密かに期待がかかっています。5月下旬には、王位戦7番勝負が開幕し、ダブルタイトル戦に加え、竜王戦決勝トーナメントや叡王戦準決勝など挑戦に期待がかかっています。この対局は、徐々に藤井棋聖が勝勢になり、そのまま勝ち切った内容でしたが、解説の飯島八段は、7時過ぎ両者残り時間40分くらいのあたりで、藤井棋聖が間違わなければ、かなり勝勢に近いと断言してくれていたので、本当に、こういう先生、好きですわよ。結構、早めに、こういうことを口にするって、なかなか難しいですからね。その流れを変えることなく、順調に、藤井棋聖は、勝勢へと進み、90手を見た渡辺名人が、投了を告げました。消費時間は、名人3時間55分、棋聖3時間34分と、時間を余しての鑑賞となりました。こんなに綺麗な勝ち方をしてくれると、見ている方もうなるしかありません。対局後、両対局者が次のように振り返っています。藤井棋聖は、勝ちを意識した局面、66手目33桂と53桂成としてから、こちらの玉が、かなり危険な形が続いていたんですけど、その後、4号桂と跳ねてそれが解消されたので、そのあたりで、少し抜け出せたのかなと思いました。先勝したことについて、自分としては防衛戦ということをあまり意識せずに、去年と同じように臨みたいと思っていましたけど、今日も、自然な気持ちで指すことができたのかなと思っています。2局目について、先手後手もあらかじめ決まっているので、しっかりいい内容にできるように準備していきたいなと思います。そして渡辺名人、記者から朝日杯を意識されて研究をされてきての第一局だったと思いますが、という問いに、まあ、予定だったんですけど、作戦は予定で途中までやっていました。午後に入って想定を外れました。長考したところで間違えてしまった感じがありますかね。それは8一香成ですかという問いには、その後の変化なんですけどね。1時間20分使った8一香成では、先のことと若干別の手も考えていたんですけど、時間を使った割にはいい手が指せなかった。藤井棋聖の8八歩は、まるっきり指されるとは考えていなかった。そこの長考したところがポイントだと思いますが、そこでまずい変化になってしまって、一気に悪くなってしまったのが残念でした。もうちょっといい内容の将棋をさせるようにやっていかなければいけないなと思っています。こんな風に語っていました。
名人が長考したのは、棋聖の60手目8八歩を受けて指した。8一香成でしたので、この手を指されるとは思っていなかったということもあり、まさかの一手だったようですね。ここが勝敗を分けたところだとしています。名人は悔しそうでしたが、それでも、すがすがしく負けを認めている姿にも、敬服するところがあります。棋聖戦は、一日で一局が終わり、勝敗がつくのは早いですね。次は6月18日です。これも、相当な将棋ファンが視聴し注目するんでしょうね。それでは勝負飯のご紹介です。昼食では、渡辺名人は名水豚の特製カツ丼、藤井棋聖は木更津名物あさりカレー、サラダ付き、10時のおやつ、名人ストロベリーショートケーキとアイスコーヒー、棋聖ガトーショコラとアイスコーヒー、15時のおやつ、名人ザモンブランとアイスコーヒー、棋聖はジンジャーエール、最後に将棋ファンの声を紹介して終わりにしますね。終盤戦、桂馬を跳ねて角道が通ったのが気持ちよすぎる。相変わらず見事な組み立て。攻めてよし受けてよし。今日のソウタは強かった。名人も悪い手、指してなかったと思うけど、だんだん差がついていったね。棋風は新しいようですね。それをあっさり勝つのはすごいなぁ。藤井二冠司会良好か。名人を防衛した渡辺名人。直前の B 級1組順位戦を落とした藤井棋聖。勢いは渡辺名人にあると思ったが、藤井棋聖強い。